イタリア、ベルーノ県タンブレのエノテウカの一つエノテウカは、ギリシア語のオミクロンヨタニューシータカッパイータに、由来するイタリア語の単語で、直訳では、ワインを収蔵するものを意味する。しかし、そこから派生して、イタリア生まれの、ある特定のタイプの地元産ワインの店を指すのにも、使われる。施設としてのエノテウカの機能は、ワインの展示、シーン。 販売などだが、ワイン中心の飲食店を指す場合もある。エノテイカのコンセプトは、他のいくつかの国々にも広まっている。日本語では、エノテカとも表記される。本来のエノテイカは、まず第一に、旅行者や訪問者に、自らのワインを手頃な値段で味わう機会を与え、場合によってはそれらを購入する機会も与える、ものであった。エノテイカはしばしば、 その村落内市地方の葡萄栽培業者や観光団体と協力して運営される。そういった施設がワイン図書館を暗示する名を持つのは、よりまとまった量の各ワインを砂漠世紀の販路のための施設というよりも、地元ワインの実地体験に基づく情報源のための施設が基とされているから、あるいは本来は固定客に向けたものだからであった。絵の定価はどちらかというと、 それぞれのワインを少量だけストックしてあって味見した客はまとまった量を求める場合には生産者から直接買い付けるようにすることもしばしばであった。修律への定価はその州で生産されるワインの展示、新印、販売などを行うへの定価である。イタリアで最初に設立された修律への定価はピエモンテ州のグリンツァーネ・カブールにあり、これは世界遺産 ピエモンテのブドウ畑の景観、ランゲロエイロとモンフェラートに含まれる。エノテイカのコンセプトはアルプス山脈を越えてオーストリアやドイツにも広まった。ドイツ語ではビノテークビノテックビンケ系である。なお、英語やスペイン語ではそのままエノテイカという綴りが使われるが、フランス語の場合はエノテークイーナテックエンクエヌトン系となる。ありがとうございます。